しておなじみのテーマ曲タイガーマスクの入場であります。あの8.26大学クラシアンで衝撃のデビュー以来。全くね、目を離せないですね。一瞬間近い、いや、ブレンバスター、ブレンバスターです。さあ、そして、また動きが速くなりますか。さあ、ショルダータックル、これはタイガーが勝ちました。そして、今度はこっちのロープリバウンドだ。タイガーマスク、スクッと取った。小林がロープへ飛んだ。タイガーマスク、かわした。アンキーフリップ、構え投げ。そして、ドロップキック、足が綺麗に伸びた。さあ、山田さん、空中殺法ですか。いったぞーっと、しかしこれは、小林よく見ていた、かわされました。めり込んだ。さあ、小林がアピール、一番はアピール。さあ、予告して飛んだが、今度はタイガーがかわした。素晴らしい試合ですね、武井さん。タイガーも飛びますよ。そうですね、タイガーが飛びます。今度はコペですね。今度は当たった、頭からいった。あーっと、2人の名勝負でありますが、おー、小林が今度は後ろへ振った。タイガーマスク、完全に頭を打ちましたね、武井さん。かなり高い位置ですからね。高い位置です。カウント2の応募。気合だけですね。そうですね。ギリギリの勝負になってきましたね。ギリギリの勝負です。ミドルキック。これはスタミナを奪います。さあ、そしてまたアピールしたぞ。フィッシャーマンズスープレックス。危ない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 。しかしロープです。大技も出します。小技も出します。余裕です。さあ、これで場外へ両雄も連れ込んだ。カウントは進む、カウントは進む。あー、しかしここでゴングだ。ゴング。タイガーマスクが先に戻りましたが、竹内さん、ゴングの方が早かったようですか。そうですね、ちょっと惜しいところだったですね。さあ、今度は控え室にカメラが入りまして、天竜の表情を映し出しました。天竜の入場が始まります。対長州戦1勝1敗、いよいよ決着をつける頂上決戦。天竜は勝ったと思え、その秘策は果たして何でありましょうか。待ち受ける長州。さあ、ユナイテッドナショナルヘビー級チャンピオン、全日本天竜が今登場してまいりました。勝負は60分の一本勝負です。ご覧ください。長州力はこのシリーズの流れの中で天竜に脇腹の振り傷を攻撃されています。しかし天竜も目には見えませんけれども、長州に鼓膜を破られています。全く条件は一緒です。星勘定は過去1勝1敗ですが、まずはいがみ合い、そして両選手一旦コーナーに分かれて、さあ、このテープを剥がしました。天竜、さあ、また強引にサソリ、おっとステップオーバーしたぞ。しかし右の手、これでは勝負になりません。さあ、今度は長州力がトップロープ、ここで冤罪。待ってましたとばかり天竜、下から思い切ってジャンプ一番冤罪。さあ、冤罪、おっとラリアットは失敗。今度は相打ちか、ラリアットの押しを相打ちか、またエプロンだ、ちょっと危ないですよ。さあ、これでバックドロップ。いや、初対決の時にここでバックドロップを打ったんです。そしてリングアウトを拾った長州力、またも受けてしまいました。バル、もう一回鉄柱間、うわっとクソリへの攻撃、いやー、たまりません。天竜、期待からドクドク血が流れています。さあ、いったぞ、長州力、思い切ってパンチを打ちます。さあ、天竜どこまで頑張れるか。さあ、しかし長州力、予告ラリアットだ、予告ラリアットは入った、力ラリアットが当たりました。天竜に呼びかけました。さあ、また始まった。天竜も頑張った。また立った。天竜の反撃を見たい。ここから天竜の反撃を見たい。天竜立ち上がれ。もう一回ロープに飛ばされた。さあ、おっと。な感じですね。はいはいはい。ああ、ちょっと強いよ。タイガー、服部レフリーを打ちます。さあ、どうしたんでしょうか。長州力、おー、すごい勢いでレフリーを突き飛ばす。タイガー、服部レフリー倒れました。